ジム・エバンズ・ホイットニーはアメリカ合衆国ニューヨーク州コンクリーン出身のプロ野球選手。右投げ左打ち。ニックネームはグラスホッパージム。現在のアトランタ・ブレーブスなどで10年間活躍。1881年のナショナルリーグ最多勝利投手。1881年に投手としてボストン・レッド・キャップスに入団する。外野手もこなす長身で、細身の選手で、 外野を駆け回る姿から、グラスホッパーのあだ名がついた。同年31勝を挙げて、ナショナルリーグの最多勝利投手となったが、これはこの年ホイットニーが、他のどの投手よりも多く投げたためでもある。チームの全83試合のうち66試合に登板したホイットニーは、先発数、関東数、投球回、被安打、ヨシキュ球、敗戦数などで、 リーグ1位の記録を残した。またこの年の冒頭数は46にもなり、1883年まで3年、続けてリーグ最多の冒頭数を記録する。最も活躍した1883年には37勝21敗の成績でリーグ最多の345奪三振を挙げ、チームのリーグ優勝に貢献した。しかし5年目の1885年に、 18勝32敗と大きく成績を落としてボストンを去ることになる。その後いくつかの球団を渡り歩き、現役最後の1890年にはアメリカンソシエーションのフィラデルフィアでプレーした。野球選手としてはこの年が最後で、翌1891年5月にはニューヨーク州ビンガムトンで若くして亡くなっている。ありがとうございます。